はい、おはよう。じゃんけん、おはようございます。今日もお天気は良さそうです。はい、ポンちゃんもおはよう。はい、身だしなみ。ジャン君、ポンちゃん、外から見たら君たちはすごい可愛いだろうね。いつか必ずこれを外から撮ってみたい。ただね、なんかマオイママさんの話だと、ここの窓ガラスに太陽の光が光っちゃってなかなか難しそうですよと言ってました。そうかもね。はい、はい、ジャン君、はい、ジャン君、まずは爪に触る訓練から。あ、はい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 、よ。はい、触っても逃げないよね、逃げないよね。これ、うん、はい、はい、うん、ちょっと暗いのが曲がりだけどね。どっち向きかな、こうかな。やってみよう。はい、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 ちょっと嫌な感じかな。あ、はい、一本でした。また次のチャンスを。ヒュンヒュン、イエーイ、取った。はい、ジャン君、お、ジャン君、ん、はい、飽きてきちゃった？意外に下手だ。身長足らずか。ジャン君、ダメか。違うのが出るそうですよ、ジャン君。紐じゃらし、もう見切ったね、ジャン君。ただの紐の方がいいのかな。まあね、紐は専用の黒犬おじさんの腰から出てる、スウェットの紐が最高に好きだもんね。あれだよ、緑のさ、うん、ワンピースについてて細い紐、あれが一番好きだったね。そう、うん、あの一番最初に使ってたやつね、やっか、はい、はい、はい、あれ、はい、
届いとらん。あれあれ遊んでくれへんの。はい、シャン君、あれ今日はもう終了なんだね。終了。はい、終了。終了なのじゃん、じゃんくん。だけどあんまりしてくれなかった、うん、眠いみたい。眠なな、ワンちゃん眠なな。君たち、これを掘り込んでみよう。何って、プンクって。よく見えてね。ちょっと暗いかな。はい、大丈夫でした。4本行きましたね。こっちは、こっちも行こうか。右の人差し指と中指がまだできてない。覚えておきましょう。はい、はい、大丈夫ね。